とか。もくん、今日はどこ行きますか。ヨソンダジョイダトンタ。ラーメンかい。そっかそっか。トンタ。ちょっとね、ラーメンは分かんない、時間によって行けないかもしれないから、行けたらラッキーって思ってて、あ、じゃなくて行けないにしとこうか。ね。分かんないご飯。ね。時間あったらお家でさ、行ったらラーメン作る。ラーメンどんなに行けないよ。勝手にトンタって決まっちゃってるね。あ、食べ。あれ。もくもく、児童相談所ではちゃんとママが座りますって言ったら座るよ、わかった？うろうろしない、わかった？はい。うろうろしない、座りますっていう時は座る、わかった？あとさ、違う時さ、もくさ、ちゃんと座ってたよね。どこで？なりはにとってたの、もくの病院。あー、病院、そうだね、座ってたね、比較的ね。うん、うん、ちゃんと座ってた。そうだね。9時半に飛んだ。9時半に飛んだって、もうブー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 だね。もっくん、いいですか。ピンポン。あと、ママと今日2人だけだから、誰かいても必ず手をつなぎましょう。そうです。わかった、わかった。ブーバス、手をつなぎます。わかりました。ブーブーバスさんです。お箸舐めない。終わって、うん、ママママ、これはダメだよ。ダメだよ。うん、そうだよ、ダメだよ。わかった？もう食べる。わかりました。はい。はい。はい、じゃあ頑張ってね、お勉強してくるよ。カリンは今日幼稚園頑張ってね。ね。もくん、着いたよ。児童相談所。どこ児童相談所だね。後ろの建物じゃない？なんかね、新しくね、建物になったみたいだね。すごい綺麗になったね。これ何色？え？黄色ね。うん。うん。もくん、お肉でもいいの？お昼。何？なんかない。あ？ほら、お肉。吉野家が食べたいの？お肉がいい。何？お肉。お肉が食べたいか。吉野家だったら買ってお家で食べよう。焼肉。焼肉が食べたいの？何？トンタか焼肉だったら焼肉の方がいいんだ。うん。そうなんだ。そっか。肉の方が好きなんだね。なるほどね。もくん、いい？先生が座りましょうって言ったら座る。ね。うろうろしない。わかった？あと、ママと手をつなぎましょう。そうそうだと、給食ないの？給食ないよ。流れわかんないよね。給食ないから大丈夫。うん、給食ないから大丈夫。どうしたの？なんか心配ですか？心配じゃない。大丈夫？じゃあ頑張ろうね。ドア開ける？いや、開けないよ。ここは？開けないです。ここ何スイッチ？わかんない。ママもね、あんま把握してない車のこと。はい、ということで現在の映像はパパとカリンちゃんが子どもチャレンジの教材で遊んでいる様子なんですが、普段ならチャンネルの流れ的に児童相談所を出てからのご飯はどうしようという会話が多くあったこともあるので、もっくんの食べたいご飯でも食べている様子の動画を撮りたかったんですが、児童相談所で就学先のことも相談させてもらっていたこともあって時間がかなり押してしまったので、ドライブスルーで車の中でマックを食べてお腹を満たすことになりました。そして発達検査を児童相談所でやってもらって、検査の結果や療育手帳の更新はどうなるかということなんですが、もっくんはもともと療育手帳は B2 の軽度の手帳を持っていて、半年以上前にやった
発達検査ではギリギリの軽度で伸びていたこともあったので、もしかしたら手帳は外れるのかもしれないという期待もありました。そして今回の判定は手帳は更新されて B2 の軽度でした。やっぱり手帳が必要な子なんだなぁと改めて思いました。そして現在6歳のもっくんですが、年中の終わりくらいから伸びていると確信するところがたくさんあったこともあるので、どの程度の遅れなのか気になるので、現在どれぐらいなのかを聞いてみました。現在6歳のもっくんは3歳半くらいと言われました。発達デコボコさんなので全部が遅れているわけではなく、進んでいる部分もあるので、あくまでも目安的なものなんですけどと言葉を上手に選んでくださって伝えてくださいました。もっくんにはもっくんの成長するペースがあると思います。今回の判定結果はしっかりと受け止めて、もっくんの成長するサポートや時には根気がいる関わりもあるかもしれませんが、パパも私も成長につながるよう楽しく関わっていきたいと思いました。そして今回は手帳の更新の判定に行ってきたんですが、初めて手帳を取りに行った時のことを思い出しました。手帳が取れると言われた時は心臓がドキッとするくらいショックを受けたことを思い出しました。その頃の気持ちはちょうどもっくんの現実に起きている発達のことを徐々に受け入れ始めた時期なんですが、今では懐かしいなぁという気持ちと、その頃と比べると確実に成長はしているから、この先もちゃんと成長はしていくはずなんだろうなぁと、温かくこれからも見守っていきたいと思いました。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。